間もなく博物館です。展示されてるものを皆さん見るでしょ。はいはいはい、はい、いやね、多分学芸員資格持ってる人って、うん、展示方法を見ちゃうんだよね。あーなるほどね。うん、うん、着いたぞ。飯能市立博物館、ありがとうございます。レッツゴーゴーゴー。あの感じ慣れてないからちょっとぎこちないっすわ。いつも僕がやってるやつ。楽しみにしてたんですよ。あ、そうですね。すいませ ん, ませんこんにちは。こんにちは。ここの博物館初めて来るんでちょっとお話をお伺いしたいんですけれども、よろしいでしょうか。はい、少々お待ちください。ありがとうございます。この博物館はどういったものを展示されてたりしてるんでしょうか。当館、はい、今年の4月から、はい、リニューアルをしまして、飯能の歴史と自然の魅力を市内外の方に知っていただくための施設となっております。ここの博物館見どころはどこですかね。飯能市が林業が盛んということで、西川材という名産品があるんですけれども、常設展示室行っていただくと西川材の伝統的な製法を紹介している西川林業のコーナーがジオラマで1個あるのと、あとこちらですね、現在の西川林業の製品とかをご紹介しているコーナーになりますので、その2つを見ていただくと西川林業の昔と今両方を知っていただくことができるかと思います。特別展示室みたいなものもあると思うんですけれども、はい、何か展示されているものってあったりするんですか。はい、4月の8日からですね、昔の暮らしということで、うん、民家の台所を再現した展示を行います。小学生が社会科見学に来るんですけれども、はい、それに対応した展示を行っていますので、うん、よかったらぜひいらしてください。じゃあちょっと僕らも見学しようと思いますので、はい、ちょっといろいろお話聞かせてくださってありがとうございました。ありがとうございます。飯能市立博物館の常設展示は3つ。こちら歴史展示室は一番広い展示室です。うわ、いいですね。血がやっぱ騒ぎますか。いや、やっぱいいですね。これもこういうね、土器を見せるためのケースですよそうなの、うん、この中に、中のライトの。なるほどね。いらないこの話、多分止まんないと思うよ。さすが持ってるだけあるね。止まんないよ多分こういう話。大丈夫、ここではいらない。本当いらない。歴史展示室は里、町、山と飯能の今昔の4つのゾーンで構成されていて、地理的特性を背景にした飯能の歴史を紹介しています。平安物って埼玉県最古の木彫物。これライトの当て方いいっすね。目線が違うな。目線が違う。すごい、ね、隙間をうまく使ってる。飯能市立博物館は展示だけじゃなく、飯能河原や天覧山周辺の自然に関する情報を市民や観光客の皆さんに発信するビジターセンター的役割も担っているんだよ。あ、いい。あ、それも西川材。どうですか、座り心地。うわ、この椅子、座ってたら多分一発ギャル50個ぐらい浮かびそう。あ、もう今1。あ、ちょっと次行かなきゃいやいやいや、次行かなきゃ。やれよやれよ。